マルティン・シュルツは、ドイツの政治家。ドイツ社会民主党所属。1994年から、欧州議会議員。2012年1月から2017年1月まで、欧州議会議長。2017年3月から2018年2月まで、ドイツ社会民主党党首2004年の欧州議会議員選挙以降2012年まで、欧州議会の政治会派である社会。 民主進歩同盟の代表を務めていた。ドイツ西部ノルトライン・ウェスト・ファーレン州エッシュヴァイラー出身。1962年から1966年まで小学校に通った後、ビュアゼーレンにあるハイリヒー・コール・ガイスト・イコール・ギムナジウムで9年間の学生生活を過ごしながら、将来はサッカー選手を目指すも怪我で断念した。さらにアビトゥアにも失敗して、 大学進学を断念したため、アルコール依存症に陥った時期もあった。しかし、1974年から1975年頃から立ち直って、その後の5年間はヨーロッパ各国の出版社や書店を渡り歩いて、書店経営を学んだ。1982年に、ビュアゼーレンに自らの書店を開くと、1994年まで経営を続けた。 1979年にドイツ社会民主党に入党し、社会主義青年団体ユーノスに参加。1984年にビュアゼーレン市議会議員に当選し、1998年までに合わせて2回の当選を果たす。1987年、31歳で市長に就任し、1998年まで務めた。市長在任中。 シュルツは温泉娯楽施設アクアナの建設を手掛けた。しかしこのシュルツが行った事業は市の財政状況に与えた影響から長らく批判の対象となっている。1994年の欧州議会議員選挙で当選し活動の場を欧州議会に移した。2000年から2004年まで欧州議会の会派である欧州社会党グループのドイツ議員団の団長を務める。 2004年の選挙後には、スペインのエンリケ・バロン・クレスポの後を受けて、院内会派の代表となる。2003年7月2日、欧州議会内で事件が起こる。当時議員に過ぎないシュルツが、イタリアの首相シルビオ・ベルルスコーニが、政府の長でありながら、メディアの経営者でもあることを取り上げ、ベルルスコーニを、利害競合のウイルスであると厳しく非難した。これに対してベルルスコーニはシュルツに、 イタリアで撮影される映画で強制収容所の監守役を進めた。この欧州議会でのやり取りにおけるベルルスコーニの発言は冗談として認識されている。これはアメリカのコメディ番組ホーガンズ・ヒーローズに出てくる捕虜、収容所の監守の名前シュルツとシュルツが似ていることにかけたものと理解されたからである。2009年の欧州議会議員選挙後、シュルツは ジョゼマヌエル・ドゥラン・バローゾの欧州委員会委員長再任を直ちに承認することを阻み、欧州緑グループ、欧州自由連盟のダニエル・コンベンと共に、オランダ出身で欧州自由民主同盟グループ代表のヒー、フェルホフスタットを委員長候補として擁立した。ところが、その後、シュルツは再任反対を撤回し、バローゾが社会民主進歩同盟の提示する条件を受け入れる。 ことを要求した。これに応じて、欧州人民党グループと社会民主進歩同盟との間で合意が交わされ、2012年の欧州議会議長選挙で、イエジブゼクの公認に、欧州人民党グループがシュルツを支持することになった。その結果、2012年の欧州議会議長選挙では、シュルツが当選し、2014年にも再選を果たした。二千十六年十一月、 シュルツは3期目を務めることなく、その代わりに2017年のドイツ総選挙に社会民主党の首相候補として立候補するつもりであると表明した。欧州議会議長の公認には2017年1月にイタリア出身のアントニオ・タイアーにがついた。2017年1月、ドイツ社会民主党のジグマール・ガブリエル党首は同年秋の連邦議会選挙に向けて、 自らの首相への立候補表明を撤回し、同等の候補として、シュルツを推すことを明らかにした。さらに、3月19日の臨時党大会では、シュルツが100%の得票率で新党首に選出された。党首就任後、スピードは独自の集計によれば1万人の新党員を獲得し、世論調査での支持率も大幅に増加し、シュルツ効果と呼ばれた。しかし、 衆議会選挙では連敗して、スピードが政権から離脱する事態が相次いだ。世論調査での支持率も徐々に低下。9月24日に行われた総選挙でスピードは得票率20.5%と戦後最低を記録し、シュルツは新たな大連立の設立を強く反対した。しかしその後、結局はキリスト教民主同盟。 キリスト教社会同盟と再び大連立を組むことになり、2018年2月13日にシュルツは大連立に対する党内からの批判による混乱の収拾を図るために辞任した。ありがとうございます。